こんにちは、バラです。突然コースでスライスボールに悩まされた時、どのように対処するかというアドバイスをさせていただきたいと思います。最初は調子よくまっすぐまっすぐ行ってたのが、突然ドライバーからフェアウェイウッドからアイアンまでスライススライスで、もう右曲がりから抜け出せなくなってしまう、そういうことってありますよね。そういった時、スイング的なことを直して修正するというのはとても難しいです。今回は、一つの私の提案として、アドレスをほんのちょっと、細工することで、スライスを修正することが、できます。ただ注意点として、今から私が説明するやり方というのは、あくまでもコース専用の自分のとっておきの困った時の引き出しとして、取っといてください。これが通常のやり方にならないように、あくまでも普通のスイングをした時に曲がってしまうようでしたら、その原因を探してしっかりとそれを、補っていく練習というのを練習場で必ずやること、今から説明するのはあくまでもコースだけ限定のものだということを忘れなく、それでは、実際に説明していこうと思うんですけども、スライスをするということは、いわゆるインパクトの瞬間にクラブフェイスが右を向いてるわけですよね。ですから、スライスの度合いに応じてアドレスでのフェイスの向きというのを初めから変えてしまうというのがやり方です。どういうことかというと、このようにアドレスを通常構えた時、構えた時というのは、このエッジの向きというのがターゲットに直角に、地面に対しては垂直になるような形で、こういうふうにグリップして構えてるわけですね。このようにそうではなく、スライスを防ぐために胸の前でまずクラブフェイスを時計の針で言うと11時、あるいは極端にスライスしている方は10時にしても結構です。これはどれぐらいやるとどれぐらい修正されるかというのは、練習場である程度修正、実験が必要だと思いますが、まずは11時で試すことをお勧めします。12時から11時にして、いつも通りのグリップを握ってください。そしてそのまままっすぐ真下に下ろします。そうすると、下に置いて構えた時もかなりクラブフェイスが左を向いた状態になっていると思うんですが、そのまま左向いたクラブフェイスの向きを受け入れてバックスイングして、そして振り抜いてしまいます。そうすることで、本来であればまっすぐ構えていてインパクトの瞬間開いてしまったのが、閉じていてまっすぐというような形に一時的に修正されるというわけです。それでは実際にやってみます。私はですね、おそらく閉じたまま打つとそのまま閉じてしまうので、ドフックしてしまうと思うんですが、それでもやってみます。11時のまま、それを受け入れて、ボールは20ヤードぐらい左に、フックしていますね。こういった、やり方で、突発的なスライスというのを修正してみてください。やってみてください。